ですね。ねえ、でもね、元気はできてるんですよ。だからね、本当にね、あの静脈点滴でしてたんだけど、中でこれで取れちゃったんですよ。だからもう一回入れ直そうとしたんだけど、もうできなかった。まあできなかった、うまく入らなかったんですけど、うん、すいません。だから夕方ちょっと皮下点滴をちょっとやらさせてもらったんですけどね。まあそれはちょっと吸収がどうかなというのもあるですね。でやっぱでも心臓はちょっと悪いんです、申し訳ないけど。だからやっぱりあんまり興奮するとさ、もう全然全然なっちゃいますよね。あんまり興奮はさせたくないんだけど、すいません。なかなかね、そこら辺がちょっと難しいところなんだけどね。といって今さらもう12歳でしたっけ？もう12歳だよね。もうじき12歳ですよね。もう今さら性格はさ、もうまだ2歳だったらさ、なんとかちょっとトレーニングし直してるのもあるけどさ、俺は無理だと思いますわ、クロちゃんにしてみれば。もう11年12年そういう風に来てるわけだからね、というとこですかね。すみません、うん、あの本当はね、今まだテープ取ってるから、本当はね、あの普段の食事あるじゃないですか、あれを手から食べて褒めてあげると、それを毎日やると。でそれが できる子は必ず毎日クロちゃんって言ってアイコンタクトして手食べさせて褒めてあげる、うん、ともう一個はおいでって来たら食べさせて褒めてあげる、うん、もうこれを毎日必ずやって、でもう一個できればクレートハウスがあるんだったらハウスって言ってハウスができるように、うん、トレーニングして入ったらご褒美あげて褒める、でご褒美は普通のフードでやる、うん、でその3つを絶えずやってれると、そうするとあのなんていうのかな、あの例えば歯磨きとかね、あの歯周病があったじゃないですか、かなり口臭がって奥歯す、相当歯がひどいことになってるんですけど、歯磨きもそんな最初から歯磨きできる子はいない、若い子でもね、そうするとおいでってご褒美あげて歯ブラシを舐めさせてあげる、歯ブラシから歯磨きペーストをね、で舐めたらもう一回ご褒美あげて褒めてあげる、でそれができたら今度はまずと、今度これができないんだけどさ、あの子の場合まずって鼻先のことまずって言うから、軽くグッと持たないで軽く持って舐めさせてあげる、で前後は必ずご褒美褒めるをして、でこれができたら今度は軽く前歯だけ軽く撫でるようにブラッシングする、それができたら今度奥歯を、奥歯も前臼歯と後臼歯とあるから、後臼歯がひどいことになってるわけなんですけど、まあ、とりあえずまずは前臼歯をブラッシングして奥歯もブラッシングして、こういうのを1週間単位で少しずつやっていくと、まあまあ4週ぐらい経てば10秒ぐらいできるようになるんですよね。でそれができたら今度時間を長くしていく、いや僕らもそうだけど歯の表面やるじゃないですか、まず外側をね、もうそこをまず30秒以上できるようにしてもらって、でその時はもうなるべくヘッドのこうちっちゃいやつの方がやりやすいからね、ちっちゃいやつやって、でそれができたら今度人間と同じ歯ブラシ、二重の長さになってるやつ、これ二重の長さになってるってことは歯の表面やって歯周ポケットこうやってやると長いのが歯周ポケットに入るんですよね、で歯周ポケットに悪玉菌が増えると歯周病になりやすい、でその悪玉菌って空気が嫌いだから、こうやってやると空気が送り込まれて歯周の悪玉菌が、歯周ポケットの悪玉菌が弱ると、でさらには歯の裏側と、そういうことで現代的にできるようになってくるし、そうなんですよ。で診察のことでもね、ここに来るじゃないですか、病院に来てご褒美、でこの上に乗って、まあ、飼い主さんの手から、まあ、食べてもらって、私の手から食べてくれるとすごいいいんですけどね、もうそれどころじゃないもんねここの上で食べてもらってと、いやこれね本当ね、あの診察してくれてめっちゃ大事なんですよ、あの、まあ、どうしても私は嫌われる立場だからあれだけど、それでもやっぱあの嫌いでもまあ一応こうやってやって食べてくれる子だと結構いろんなことが診察できるんですよ。客したいことが100できるんだけど、クロちゃんはやっぱ客したいことがあっても100はちょっと無理だもんね、いくらサポートしてもらってる人がいてもね。で例えばこんなに麻酔かけたらあれだってさ、友好的な関係にあればさ、わざわざ麻酔かけなくてもやれちゃうことなんですよね。でもちょっとそれは無理だったんで申し訳ないですけどね、そういうこと。だからその一番その最初のことがフードを手を食べさせて褒めてあげる、褒めるのは言葉で褒めるだけじゃなくて体触ってあげる、
これが基本なんですけどね。まあだからもうこれがもしねうまいこと外れて、まあ、外れなく困るわけなんだけど、じゃあここも外れて自分から食べるようになったら手から食べて褒めてあげるってことをしてね。うん、まあ、難しいですけどね、言うのは簡単です、お願いするのは。でも12歳の子にさ、あのじゃあできるかどうかってさあれだけど、まあ、もしやれるんだったらこう手から食べさせて褒めてあげると。でだってさ、そんな人を噛んじゃダメなんですよ。うん、そうなんですね。何があっても、たとえどんな辛いことがあっても、ワンちゃんにとってやっぱ人を噛むのはダメなんですよね。うん、だからそうなんですよ。うん、そこのところもね、で、多分お父さんのこと怒ってるかもしれないから、お父さんの帰ってからも食べてもらえるようにね、なってもらえるといいから。でここでは私の手から食べてもらえるといいんですが、今口がああいうふうにあの閉じちゃってるから無理ですよね。ね、あれはリードは？リードはついてる。はい、じゃあいいよ、下ろしてください。すいません、じゃあね、今日は今日も食べてるし、薬も終わってるから、はい、休ませてください。でちょっとお水はもうちょっとなしで、はい、すいません。その代わりちょっとこう声かけて慣れて言い聞かせてくださいね。はい、すみません。じゃあまた明日。そうですね、また明日じゃあ続いてきてください。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、すみません。